Hey guys, I'm Wellbeing Lion here. It's time for Daily Motivation. The topic today is jogging. こんにちは、Wellbeing の池上です。今回の Daily Motivation のテーマは、ジョギングは意味がないという、本当の意味について解説をしたいというふうに思います。皆さんもジョギングは、練習効果としては意味がないみたいなことを聞いたことがないですか？多分どっかで、1回は、ジョギングって意味がないとか、ジョギングするぐらいやったら、そのちょっと高強度な質の高い練習を入れた方がいいとか、そういうこと聞いたことあると思うんですよ。ただで私も実際そういうふうにいろんなとこで書いてます。ジョギングはトレーニング効果がないっていうふうに、いろんなところでこう書いてるんですけど、ただその本当の意味っていうのは、定義が逆というか、本来はジョギングっていうのはもうトレーニング効果がないぐらいゆっくり走る、運動のことをジョギングっていうふうに言うんですね。だからジョギングとランニングっていうのは、その元々の、欧米語というか、それドイツ語でも英語でも一緒なんですけど、本当のそのアルファベットでジョギングと書く場合にはそのランニングとジョギングっていうのは区別されて、ジョギングっていうのはノロノロ動くみたいな、歩きの延長みたいなそういう意味合いの言葉なので、だからそういう意味でジョギングっていうのは、練習効果がないんですよっていうことを、いろんなところで書いてます。ただこれっていうのはやっぱり前提というかその背景っていうのをきちんと理解しておく必要があって、まず一つ目はそもそもジョギングっていうのが、人によって違うわけなんですね。例えば競技レベルの選手になってくると、例えば1キロ5分ペースのランニングとか、少なくとも1キロ5分半とかっていうペースのランニングっていうのは、当然ジョギングに該当するわけ で特に競技者の場合は、もうすでに、月間600とか800とか、少なくとも、レース期でも500とか400は走ってるんで、そこからじゃあ例えばですけど5000メートル13分台の選手が、さらに1キロ5分半のジョギングを増やしたら 5000m が速くなるのかって言ったら、若干は速くなるかもしれないですけど、やっぱりちょっと微妙なわけなんですよ。でも特に 5000m の選手であれば、月間走行距離が600から800に増えたら、より走力が向上するのかと言われた時に、ジョギングで増やしても意味はないんじゃないかなっていうところにはやっぱりなってくるんですね。ただ一方で例えばなんですけど、市民ランナーの方で、マラソン4時間切りを目指すとかっていう人であれば、例えば1キロ5分半ペースのランニングって、もうジョギングというよりはランニングなんですね。なんでかって言ったらマラソンレースペースなので、むしろものすごくトレーニング効果の高い練習だっていうふうに言うことができます。ですから一言でそのジョギングは意味がないとかって言うんですけど、なのでそもそもそのジョギングっていうものを、自分にとってそのジョギングっていうのがどの程度の練習なのかっていうのを、きちんと捉えてやっていかないと、じゃあその一概に1キロ5分半ペースの練習が意味がないのかとか、あるいは1キロ6分ペースの練習が意味がないのかっていうと、やっぱりそんなことは全然ないですよっていうのがまず1点目です。で2点目はこのジョギングっていう言葉が実は日本ではかなりランニングと同義語で使われてるんですね。持久走って言ってもいいかもしれないですけど、おとついも、平井健太郎という男がいるという、無料ブログ書いてるので、まだ読んでない方はぜひ読んでほしいんですけど、平井健太郎っていう、京都大学時代に、インカレで1万メートルの、日本人トップの2番に入った選手がいるんですけど、その平井といろんなことを話してて、平井もすごいなんていうんですかね、競技に対してセンスのある選手で、肉体的な素質っていうよりもこう自分がその時々で何をやっていけば強くなるのかっていうのがすごく明確に分かってた、そういう頭のいい選手なんですけど、その平井がもし今現役復帰するとしたらやっぱりジョギングと流しから始めるっていうふうに言ってるんですね。で実際平井は高校時代から報徳学園高校っていう高校なんですけど、その報徳学園の平山雅史っていう先生からお前はジョグと流しだけで強くなれるっていうふうに言われてた選手なんですね。でただ報徳学園とかでジョグって言ったらもう1キロ3分40とか3分半とかで走らされるんですよ。走らされるのか走ってんのかよくわかんないですけど、走るんですね。そうやって考えていくとジョグって言ってるけど明らかにその元々の
アルファベットでジョギングと書くときのジョギングとは全くもう定義が変わってしまってるんですね。で、私がジョグは意味がないっていう時のジョグっていうのは、1キロ3分40とか3分半のランニングのことを指してるのではなくて、例えば1キロ5分半とか6分とかで走るような、練習のことを言ってます。で、さっきも言ったように、じゃあ1キロ5分半の練習が、みんなにとって練習効果がないのかって言ったら、それは全然違う話で、やっぱりそのマラソンで4時間切りたいとか、あるいは3時間半の選手とかだったら、当然1キロ5分半のランニングっていうのは非常に有効な練習になってきます。だからジョグは効果がない、練習効果がないっていうのは、まあ、そういうふうなその背景っていうのを、まあ、きちんと理解する必要があって、で、実際には例えばですけど1キロ3分40とか3分半で走るような練習っていうのは競技者にとっても非常に有効な、トレーニング効果の高い、そして何よりも重要なことなんですけど、トレーニング効果は高いけど、まあ、リスクは非常に低いと。で、当然マラソンで例えば、サブ4する人であれば5分半とかっていうのはレースペースって考えたら、じゃあそうやって考えた時に1キロ6分ペースのランニングとかでも、まあ、非常に練習効果が高いっていうふうに言えますよね。まあサブ4ぐらいになってくると結構やっぱりその人の背景っていうのをやっぱり理解する必要があって、例えばバスケットとかサッカーとかやってる人で、そもそも1キロ5分ペースとか5分半ペースで走るのは楽なんだけど、だけど 42.195キロ走り通すっていうのがきついっていう人もいれば、まあ、そもそも運動とかしてなくて、そもそも1キロ5分半とかで走ること自体がきついとかっていう、まあそういった背景とかも考慮に入れながら、まあ自分の練習強度っていうのは、たとえマラソンのタイムが同じであったとしても、まあ、考えていく必要はあるんですけど、まあ全ての選手に対して共通して言えることは、中強度の持久走、要するにものすごくきついわけでもないけど決して楽でもないランニングっていうのは、全ての選手にとって、トレーニング効果が高い割にトレーニングのリスクは低いというトレーニングに該当します。まあ、ですから、そのいろんなところでジョグって書かれてるんですけど、まあ、その時に話し手がジョグっていうのものをどういうふうに捉えてるのか、あるいは、まあ、それが文章であれば書き手がそのジョグという言葉をどういう意味で使ってるのかっていうのを、まあ、適宜文脈で判断しながら、読み解いていくようにしてください。というわけで今回のテーマは以上です。また次の動画でお会いしましょう。